Our Lady of Guadalupe appeared on Tepeyac Hill to Juan Diego, a humble peasant farmer in Mexico, on December 12, 1531. It was just before dawn, and Juan Diego was hurrying to... 1531年12月9日のこと、メキシコ、グアダルーペのインディオ、ファン・ディエゴの前に聖母が現れたとされる。聖母は司教に聖母の大聖堂を建設する願いを伝えてくれるように求めた。ディエゴは病気の親類の助けを求めに行こうとしていたため、話しかけてくる聖母を振り切って走り去ろうとした。すると聖母は彼を制止し、親類の回復を告げた。ディエゴが戻った時、病気だった親類は癒されていた。聖母に司教へ印として花を持っていくように言われたディエゴは、花をマントに包み司教官に運んだ。司教官に花を届けた際、ディエゴのマントには聖母の姿が映し出されていた。ファン・ディエゴは2002年に列聖された。また彼が聖母を見たメキシコ市近郊のテバヤクの丘には、巨大なグアダルーペ寺院が建てられた。1537年、ローマ教皇パウルス3世は、インディオは理性ある人間として扱われるべきという戒勅を発し、植民地におけるインディオへの迫害を禁止した。広島市ハーママシティ、ジャパン。We encourage you to shop for her items by clicking on... Miss Madeline Anderson wrote to me on July the 27th, 2016 as follows. I would say the most, not secret, but magical in America is likely...Our Lady of Guadalupe, thousands and thousands of Americans trust and rely on the magic of Our Lady of Guadalupe. And also, please see Kwan Yin at Joe's house of Weaverville, very magic like Our Lady of Guadalupe. Are Our Lady of GuadalupeAnd Kuan Yin one the same? アメリカ在住のマリリン・アンダーソンさんという方からメールが届いています。アメリカで最も不思議なことといえば、Our Lady of Guadalupe ではないかと。そしてもう一つ、Kuan Yin。寺院を挙げてくださいました。で、今日はその二つについて検証してみます。今、皆さんにご覧いただいているのは、1531年12月9日に、ファン・ディエゴという人の前に現れた聖母マリアということになります。このような形で、つまり様々な形でこうした記録が残されているということになります。もう一つはですね、ジョスハウスのクワンイン寺院と呼ばれているところです。まあ、このクワンイン寺院はですね、ゴールドラッシュの頃、1874年に中国系のアメリカ人の方たちによって、建てられた寺院ということだそうです。で、まあ、特に調べてみましたが、目新しいものはありませんでしたので、今日は割愛させていただきます。これがクワンイン寺院の内部だそうです。
それでは皆さんをメキシコシティ近郊のグアダルーペ寺院に案内します。ファンディエゴは2002年に列聖されています。聖人に加えられています。これがグアダルーペ寺院です。巡礼地としてはカトリックの中でも最大規模の巡礼地になっているそうです。いわゆるまあ訪れる信者の数では世界で第3位にランクされています。で、このグアダルーペに聖母マリアが現れたというわけです。で、このレイディ、マドンナのですね、この像を見て気がついたのがこのマントなんですね。注意深くご覧ください。で、これがまあ最も広く紹介されている絵なんですけども、そのマントには8方向に伸びる星が描かれています。8方向に伸びる光がですね、星が描かれています。そこに注意してください。8方向です。で、この8方向に伸びる星、あるいは星型はですね、シュメール、メソポタミアではですね、神を表す文字としても、使用されていました。これは私が35、6年前に書いた本ですけども、この中央のくさび型文字がそれです。星イコール神、イコールってことになるわけですね。発音はディンギルと発音します。ですから、まあ、ただ単なる星ではないということですね。で、これはミトラ教の神事の様子を表したものですけども、その壁に同じ記号が書かれています。一見すると星のように見えますが、星ではありませんね。注意深くご覧ください。このように天井に8方向に伸びる星が描かれています。で、その中央のくさび型文字と、今のミトラ教の神事の様子の中に描かれていたこの星と比べていただくと分かりますように、正確にくさび型文字の神を表す、まあ、文字をですね、表しているということになります。ただ単なる星ではないということですね。そしてこれが基本となり、まあ、これがアヌ王を表しているのかもしれませんけども、基本となり、イシュターのシンボルマークが出来上がったと、私、林浩司は判断しています。まあ、丸の中に示したのが、8方向に伸びる、まあ、星ですけども、これは、イシュターのシンボルマークです。イナンナ、イシュターのシンボルマークです。シュメールでは、イナンナと呼ばれていました。日本でも、イナンナと呼ばれていました。イナンナ、イシュターのシンボルマークです。これは、バビロニアに見つかっているアーティファクトですけども、日本の縄文ヴィーナスと、コンセプトを同じにします。ともかくも左はマリアイコール8方向の伸びる星がシンボルですから、マリアイコールイシュターということになります。まあ、このようにして繋がっていくということですね。こうした私、林浩司の説の一方で、まあ、ローマンカトリックの方はどのように説明しているかということですけども、まあ、星は星なんだと。で、これは聖母が海の星であることを示していると。いわゆるシースターですね。論ですね。で、別の公式のサイトにも次のように説明してあります。ここが重要なところですから、正確に翻訳します。聖母のマントの星は、聖母が天国からやってきたことを示す。聖母は天国の女王としてやってきたが、聖母の目はつつましく、そして慈愛に溢れている。星はまた、この像の超自然的な性質を示している。1983年に出版されたメキシコのジュアン博士の研究によれば、像に表現されている聖母のマントの星は、
1531年12月12日、冬至の時、その夜明け前の朝に現れた星々を正確に示しているという。なお、続く動画の中で詳しく説明しますが、ローマ法王の紋章は変更されています。左が従来のローマ法王の紋章です。右が現在の法王の紋章です。星の形に注意してください。左は五方向に伸びる五芒星です。右は八方向に伸びるイナンナ・イシュタールの紋章です。で、結論ということになります。1531年、つまり、レオナルドなる画家が死んだとされる1519年から数えて12年後のこと。メキシコのインディオのファン・ディエゴが聖母マリアに会ったということになります。コロンブスが初めてアメリカ海域に入ってからでも、たったの39年後のことです。そのマリアのマントには八方向に伸びる星が描かれていたというのです。もし海の星であるなら、歴代の法王の紋章のように五方向でもよかったはずです。八方向ではなく五方向でもよかったはずです。つまり八方向などという星はメキシコのインディオであったファン・ディエゴが知るはずもないことだったのです。が、マントには八方向に伸びる星が書いてあった。つまりこれは、星は星でも、私、林博士は、イナンナ・イシュタールのシンボルマークの規制、もしくはさらに言えば、メソポタミアでいう、神を表す楔形文字であったと判断しています。が、この事実は、現在のカトリックにとっては、とてもまずい話ということになります。マリアイコール、イナンナ・イシュター説を裏付けることになってしまうからです。あるいは、バビロニアの神説を裏付けることになってしまうからです。だから、カトリック側は、海の星、つまりシースターと位置づけている。わかりやすく言えば、ファン・ディエゴの前に現れたレイディ、つまりマドンナは、自らイシュタール・イナンナをこういう形で名乗ったということになります。つまり、私、林博士のマリアイコールイナンナ・イシュタール説が図らずもこのような形でファン・ディエゴの証言により裏付けられたということになります。繰り返しますが、八方向に伸びる星は金星を表し、それはイナンナ・イシュタールのシンボルマークなのです。1531年にファン・ディエゴの前に現れた聖母は、その八方向に伸びる星のマークを身につけていたのです。私はイナンナ・イシュターなのよ、とです。聖母マリアはイナンナ・イシュターだったのです。マリリン・アンダーソンさんからのメールから、私は以上のような情報を読み取りました。マリリン・アンダーソンさん、どうもありがとうございました。続く動画の中で、さらに私の説を詳しく説明します。リオナルド・ダ・ヴィンチ、ヒッド。Many secret messages in his own paintings. For example, the number 61 was hidden upside down on the background of the picture of Saint Jerome. 61 stands for God in Jewish gematria. The character depicted here is generally considered to be Saint Jerome because it has a white lion below it, but it is God himself
or a self-portrait of God, not Saint Jerome. Similarly, the number 51 was hidden in these pictures of a Virgin of the Rocks, Mona Lisa, the Virgin and Child with Saint Anne, and Madonna of the Pinks. 51 stands for the planet Mars in Jewish gematria. Then, I, Hiroshi Hayashi, have recognized that these pictures are somehow related to the planet Mars. For example, in the background of the paintings of both Mona Lisa and Young Mona Lisa or Isleworth's Mona Lisa, you may see panoramic views of Mars, though the scene of Mars in Mona Lisa is upside down. They are accurately represented as in the photo. In the same way, I decided that the background of the paintings of the Virgin and Child with Saint Anne and Madonna of the Pinks also had Martian landscapes. So, when I looked it up, the scenery matched the views of the ice caps of Mars photographed by NASA on Mars. Together with these facts, I recognized that a strange building is hidden in the background of Virgin of the Rocks. But I suspect that this building is part of an underground base on Mars. Finally, the number 131 was hidden in the Adoration of Maggie. After all, it is written in inverted letters. 131 stands for Inanna according to Jewish gematria. Inanna is the ancient Sumerian goddess. So, in this way, Leonardo showed that the alleged Maria in the picture was Inanna. Both Saint Jerome and the Adoration of Maggie are called unfinished masterpieces, but note that the numbers 61 and 131 in the two pictures are both written upside down in the same typeface. Thus, the painter Leonardo, who appeared in the Renaissance, left many important messages for us human beings of the future. In a series of videos here, it is my pleasure that I can explain what these numbers actually stand for. レオナルド・ダ・ヴィンチは彼自身の絵の中に多くの秘密の伝言を隠し込みました。例えば聖ジェロームの絵の背景には61という数字が逆さまに書かれていました。61はユダヤのゲマトリアでは神を意味します。一般には下に白抜きのライオンが書かれているため、ここに書かれている人物は聖ジェロームであると考えられていますが、聖ジェロームではありません。神自身です。神自身の自画像です。同じように岩窟の聖母モナリザ、聖アンと聖家族、カーネーションのマドンナの絵の中には51という数字が隠し込まれていました。51はユダヤのゲマトリアでは火星を意味します。つまりこれらの絵は何らかの形で火星と関係があるということになります。例えばモナリザの絵の背景には火星の大地の様子が上下逆さまですが、写真のように正確に表現されています。同じように考えると、聖アンと聖家族、カーネーションのマドンナの絵の背景にも火星の風景が描かれていると私は判断しました。で、調べてみると、その風景は NASA が火星で撮ってきた火星の氷冠の様子と一致しました。なお岩窟の聖母の背景には奇妙な建物が隠し込まれていますが、私はこの建物は火星にある地下基地の一部ではないかと考えています。最後に
東方三博士の礼拝の絵の中には131という数字が隠し込まれていました。やはり逆さ文字で書かれています。131はユダヤのゲマトリアによればイナンナ、イナンナを意味します。古代シュメールの女神イナンナです。つまりこのような形でレオナルドはその絵の中に書かれているマリアと思われる人物はイナンナであることを示しました。なお聖ジェローム東方三博士の礼拝も未完の大作と呼ばれていますが、これら2枚の絵の中に書かれている61と131は共に逆さ文字で書体が同じであることに注意してください。このようにルネサンスの時代に現れたレオナルド・ダ・ヴィンチという画家は私たち未来の人間に重要なメッセージを残しました。一連の動画の中で私はこれらの数字が何を意味するか、それを順に説明していきます。広志林、浜松シティ、ジャパン。
いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろう。この事実を知る時がやってくるだろう。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たちの子孫のそのまた子孫、さらにその子孫のそのまた子孫、その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろう。その時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろう。その時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう。51、つまりユダヤの暗号では火星、火星を意味することを知るだろう。その時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておく。その時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく。遠い遠い太古の昔、火星にも大気があり水もあった。豊かな川が流れ湖もあった。白い雲の下には海もあった。緑の森にはうっそうと木が茂り、無数の動物たちが日々の命を営んでいた。それをこの絵の中に記録として残しておく。それをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろう。つまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のこと、この風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。私が誰でどこから来たかを知るだろう。と同時に君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間は自分が誰でどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は私の息子であり娘なんだよ。それをいつか君たち人間は知るところとなるだろう。同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよ。それを知るところとなるだろう。この絵、つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵、つまり火星、マーズと永遠の神アイオン、二つの言葉を合わせ持った名前、モナリザの絵の中に。君たち人間よ、君たち人間がこの事実を発見した時のこと、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を知った時のこと、いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろう。いつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう。君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。火星の永遠の神アイオンの名のもとに、君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。
One day, you humans will come to discover this fact. The time when you know this fact will come. Someday, far, far future. Far ahead, far, far future. Your descendants and their descendants and their descendants and their descendants. The time will come when your descendants will leave this earth and jump into space. Then you humans will know this fact. Then you humans will find the number 51 in this picture. 51, in another word, in the Jewish gematria, that stands for Mars. You will know what the number means. For that time, I write the number 51 here in this picture. For that time, I draw the panoramic view of Mars in this picture. Distant, distant, ancient times, Mars also had air and water. There were rich rivers and lakes. Under the white clouds was the sea. In the green forest, thick trees grow. Countless animals lived every day. I keep it as a record in this picture. You will see them in this picture. In other words, that is the time when you humans learn that this panoramic view is a Martian landscape. When you learn that this view is an ancient Martian landscape, then you humans will know what I was. You will also know who I was and where I came from. And at the same time, you humans will know what you are. You humans will know who you are and where you came from. You humans, you are my son and daughter. Someday you humans will know this fact. All in this picture, the one you may call now Mona Lisa. In other words, Mona Lisa is an anagram of Mars and the eternal god Iron. In this picture of Mona Lisa that combines two names, Mars and Iron. When you humans discover this fact, when you humans know this fact, someday, far, far future, you humans will know that you humans have not been alone. You realize that I have been always near humans with you. You humans will always be my son and daughter. In the name of Iron, the eternal god of Mars, you humans are my son and daughter forever and ever.
ー。